パワースポット、パワースポット、パワースポットとは、地球に点在する特別な場のこと。エネルギースポット、牙とも言う。世界のパワースポット、癒しと自分回復の旅ガイドという本では、パワースポットには人を癒すとされる水があったり、人に語りかけるとされる岩があったり、あるいは磁力を発する断層があったりすると、解説されている。欧米では、ボルテックス、 ボルテックス、ボルテックス、渦巻きの紛失する地という概念がある。セトナなどが有名である。荒又博士は、パワースポットは、大地の力、木がみなぎる場所と考えればよいと述べ、そもそもパワースポットという言葉こそは新しいが、昔から大地の力を得ようとする試みはあった、と指摘する。荒又は日本で言えば、熊の散々毛でが、とても古い事例であると説明する。 荒又は、本来なら厳しい修験を行って、初めて得られる力を、その場所にもう出るだけで得られる、身分性別を問わず得られる、という画期的なものであったとし、ただし何の宣伝もなしに人を集められるわけでは、なかったので言い伝えが用いられた。同様に、伊勢神宮に、お参りする、お伊勢参りでも、主権者しか得られないパワーを性別身分を問わず得られる、と宣伝した、と説明する。 オールアバウトでは、パワースポットや、スピリチュアルスポットなどと呼ばれるようにもなった場所も、本来は信仰の場であって、自然崇拝が行われていた場であったところが多い、とされている。そういう場所は、伝統的に霊場とか聖地セクレットプレイスなどの故障で呼ばれていた。宗教学的な見地からは、ミルチアイラーでは、自然に対する信仰のうち、山、岩などは、天井、 地上、地下を結ぶ、宇宙軸を、大地や水などは、死と再生を象徴するもので、世俗生活の根底にあり、それを支える、世界観の重要な部分を成していると分析した。歴史。荒股は、パワースポットでは自分なりに、大地の気を感じることが大切だとする。ただし、パワースポットをめぐって、何かと批判も多い、口実。批判。 荒又宏氏は昔から大地の力を得ようとする試みはあったと指摘している。オーレアバウトでもパワースポットやスピリチュアルスポットなどと呼ばれるようにもなった場所も本来は信仰の場であって自然崇拝が行われていた場であったと説明されている。自然崇拝においては風、雷、雲などの他に山、大地、川、湖なども崇拝の対象とされている。 地上の場に関しては特に農耕民族ではそうである。山は神聖な場所とみなされ、神霊の住みかとみなされたり同時に、死者の国とみなされることが少なくない。日本では、富士山、英英彦山、白山などの形状が修麗な山や、雨を降らせるとみなされている山、雨降り山、得意な形状や温泉、池などが認められる山などが、古くからそして現在でも崇拝されている。 山岳信仰。川や湖の新生史は特に北米のインディアンの所属に見られ、水の生や水人が住むところだとされ、伝説や神話が数多くある。日本では1975年以降に超能力者を称する清田桝章が大地のエネルギーを取り入れる場所として、パワースポットという語を使用し、1990年代前半からその言葉が広まった。 2000年代に入ると大衆向け風水やスピリチュアリズムに対する人々興味が高まった。また神社仏閣などをめぐる聖地巡礼ブームが起きた。江原刑事は神社仏閣をスピリチュアルサンクチュアリ呼んでいる。2010年8月には読売オンラインで特別な力が得られる場所として日本の全国各地でパワースポットと呼ばれる神社や山岳に人気が 集まっている。とされた。2010年9月23日には NHK ハイビジョンで熊本の風大地と天空のミステリー熊本パワースポット大気候番組が放送された。荒たはパワースポットで何を感じるかは人により様々だとする。そこにある自然を通して癒しを求めるのもやる気を得るのでも感じ方は人それぞれであると述べている。 パワースポットについての説明は様々である。小林幸明は大地のスーパーパワーを題材にしたテレビ番組において、初めて風水にパワースポットという語を使用した、と述べた。リノ家エ裕区は、パワースポットは20年ごとに、木の流れが変わり場所も変動するが神社仏閣は木を、長期間止める特殊な建築法をしているのだ、とした。また、パワースポットとみなされるのは、 神社が圧倒的に多く仏閣は少ないが、これについて若月優輝きは仏閣は人々の悩みや悲しみが集まるためパワーが劣るのだと語った。小林幸明は繁華街もパワースポットであり、パワーに惹かれて人が集まった結果であるとした。御堂隆二は風水における流血は超能力者や気候をやっている人が言うパワースポは別物であると述べた。 地磁気が強い場所ほどパワーが強いとして、携帯型ガウスメーターでパワースポットの地磁気を計測することはしばしば行われる。佐々木茂美は地磁気が打ち消し合う場所でゼロ磁場のある状態が発生し、そこに五次元宇宙からのエネルギーがもたらされると主張した。稲市の公式ホームページでは中国小北省蓮華山のゼロ磁場を発見した有名な気候師、 長ユキヨにより、峠のゼロ磁場が発見されまししたとしている。若月幸喜郎は断層がぶつかり合うと大気中に電磁波が放出され、それを浴びることにより安在系なる世界からのエネルギーがもたらされるとした。また、奈良崎さつきが静電散歩で土壌中の電位差によって土地自体が持つパワーがあるとし、プラスのエネルギーを持つ癒しろ地。 渡る聖地とマイナスのエネルギーを持つ、穢れ地、枯れが存在するとし、穢れ地であっても、土壌中に木炭を埋設すれば、癒しろ地に変えられると記述した。これは後に、船行幸夫らが継承し主張した。船行幸夫は、癒しろ地にいると筋肉が柔らかくなるので、前屈をしてみれば、癒しろ地かどうかがわかると主張している。この説はそのまま、水筋の音で、パワースポットを、 あなたの部屋にという本のパワースポットの説明に取り入れられている。セドナはページ・ブライアンとなる霊能者がパワーが渦のように吹き出ているボルテックスのある場所があると言っており、スピリチュアリストの聖地の間を停止、多くの観光客が訪れている。荒又広氏は世界のパワースポットと言われている場所は、国定公園や世界遺産になっている場所が多いと説明する。 荒タはおすすめの世界的パワースポットとして、ギアナコーチ、フィリピンのボホール島のチョコレートヒルズ、日本のフォッサマグナ、中央構造線を挙げる。読売新聞の記者は、富士山や伊勢神宮、京都府の倉間山などの人気が高いとした。おのは、築地本願寺などを設計した伊藤中太によって、設計された建物群は、新しいパワースポットとして、 注目を集めていると説明した。江原刑事は、ブームの加熱ぶりを視野に入れつつ、ブームに乗って神仏への意見の念を持たずに、スタンプラリーのように、パワースポット巡りをする、行いについては批判した。二0 1年八月二十日の読売新聞、読売オンラインの記者は、出雲市佐田町にある、須佐神社の新職が、数年前まで年間一二万人だった、参拝客が、 今では10万人はいるのではと話しながらも、携帯のメラで多すぎを撮影するのに夢中で、鳥居や本殿は素通り、神社はお参りするところなのにと困惑した、と伝えた。毎日新聞の記者は、既存の宗教会からは、参拝者が増加していることに肯定的な評価と、オカルト信仰などにつながりかねないと危惧する声もある、とした。 同記者は倉間山博物館の学芸員が、最初は戸惑いもあったが、いろいろな信仰の形があっていい。本堂の前だし、比叡山も眺望でき、心が落ち着く根拠はある。信仰の世界に目を向ける人が増えるのは、いいこととしつつ、パワーをもらうだけでは終わらず、人に親切にするなど、二つの心に気づいてほしいと述べたという。神社信は論説において、昨今の パワースポットブームなどを根底から否定するつもりはないとしつつも、神社の教家活動の主な目標は、単なる属的なご利益信仰を呼び、特定神社の宣布ではなく、より広いご真意の発揚とも神徳の功用であるとし、宗教施設の関係者が巧妙な有識者に対し、自分の施設をパワースポットであると紹介するよ依頼する事例があるとの風文に対しては、 教者自身の資質にも関わるとして、これを批判。いたずらに流行に飛びつかうという不姿勢は慎むべきで、ある話題作りのために、安易に伝統を破壊するような行為だけは、現に慎んでもらいたい。とした。また、神社神宝は論説において、パワーを求めて神社にやってくる人々に対しては、神前での拝礼の重要性、神社の由来、神徳を説くことが必要であり。 パワースポットとされることが当該神社にふさわしいかを考えるための情報提供をすること、神社の伝統的な信仰をないがしろにするようなパワースポットかをどのように駆逐するかを考えること神社人の責務であると述べている。平成23年11月21日付の神社新報の論説においてもパワースポットブームは神社が影響され、 本史からの逸脱を招きかねないような事例とされ、神社本来の信仰と関連付けられないまま、流れに動かされるような、新たな形態のみで信仰が完結してしまう事態への懸念が表明された。大月義彦は2010年4月時分のブログで、自然の中で稀には特殊な場所、特殊な時間というものもあることはある。例えば、超低周波、音波が発生する場所や集中する場所、 また電磁波も集中しやすい場所があるという点についてテレビ番組でコメントしたと書いた。また大月は同ブログでパワースポットなるものは何の根拠もなく花からでたらめであるとしその目的は観光や人集めそれに絡んだお金儲けでしょうとした。また大月は2010年10月同ブログで日本放送協会がパワースポットを番組で取り上げることを批判した。 本記事の出典として用いている文献、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。